羨ましいと思ってるでしょう。結構痛いんですよこれ。しっかりもう一枚着てますからね、今回はね、全然痛くないんですけどもね。まあね、この2匹は早くね、風太くんの4世になりますね、ひ孫ですからね、4世を目指していただきたいと思いますけどもね、はい、もうないですよ。今日だって昼間も食べたでしょ、あんた。デブになるよ。この後はね、向こうにいます、お隣にいます、クータというね、みーちゃんのお父さんにもリンゴをあげますので、お時間のある方はぜひ、クータと。お客さんのおって顔してるね。